はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。大魔王オーマーデイジだっていうことで、天竺の王かっこ破滅級に挑戦していきたいと思うということで、今回使うリーダーもこやつを使う感じになってる。今回はな、衰弱と毒耐性が必要なんで、毒耐性50も役に立つ感じじゃん。であと、川田名古屋かな、こやつは、宿特性を、宿服特性を解放した場合は、毒の回復な、英氏族の毒回復をしてくれる、能力を持っておるので、なので左右するぞ。で、あとはあんまり変わんないかな、前回とは。ダデットと、ダデットはコピーガードと地雷ガードを持っていて、なので入れてみようかなと思って入れてみました。で、あとはもういい、デッドを滑るか。デッドを滑るはフリーズブレイカーを持ってて、シシベースという言葉が使えるので対応してみたぞ。で、まあとは前回と同じかなということでやってみよう。前回と違ってコピーマスが増えてるので、コピーマスのところにフリーズの言葉が入れられるか入れないか、入れられないかでフリーズの破壊度がちょっと広くなってくるね。なのでこの佐野万次郎とこやつがな、重要となって、まああとこれか、まああのコピーは2箇所っていうことでちょっと使いづらいんだが、これは3日、最短にしたの、最短で、これでいいや、いいです、最短にしよう、これでこう。何個やってたの？去年のハーフリングに。14トンボ。ね、半分以上削れたな。くれた。発愛をして、涅槃を得なさい。で、3体は動けないんだが、まあ、しゃあない。こっからが本番です。私の格闘従え、いらない音は全部止め、もういい、サングラスに使ってくればいいね。俺は茜じゃねえ、青春だ。なんかやってんの？そしたら、どうぞ、これ、そして、言葉が見えたの。
再生遺産したってこともあるか。大統領令を発せ。私のタクト従い、いらない音は全部止める。喧嘩はもう、ほら終わった。この時を待ってたぜ。チェックメイトだ。他の特定リーダーでやってみたいと思うので、また次回の動画もお楽しみください。では今回はここまで。大魔王オーマーゲージがお送りしました。チャンネル登録、評価ボタンよろしくお願いします。バイビー。